第4号型苦戦艇艦型図、1944年。第4号型苦戦艇は、日本海軍の苦戦艇の艦級。同系艦九隻。昭和12年度海軍補充計画により九隻が建造された。第3号苦戦艇の改良型で、以後の日本海軍苦戦艇の基本になった、太平洋戦争中は九隻すべてが、南方進行作戦に参加。以後は、 戦団護衛に従事し、終戦時に残っていたのは2隻のみだった。なお、日本海軍の特務艇類別等級及び、艦艇類別等級で9隻は、第1号型に属しており、第4号型は存在しない。3計画の中で苦戦艇9隻の予算が成立、仮称艦名は、第62号艦から第70号艦艦方名は、仮称第62号艦型となる。 成立予算は一隻あたり150万円。三計画は昭和16年度に予算が追加請求され、その予算も加えて単純計算すると一隻あたり157万8585 85 85円となる。基本計画番号は計7。二計画で建造された第三号の改良型になる。本型に対する軍令部の要求は以下の通りだった。これに対し、 大体第3号に似た缶型にまとまり、手機はディーゼル、出力2600馬力で、計画速力20ノットとなった。第3号では、重心が計画より上昇し、経過状態では、バラストタンクの注水に加え、燃料を若干残す必要があった。そこで本型では重心をなるべく下げて、復元性能が良好になるよう、環境は1、2で気分下げ、 環境下部は高さ1メートルの倉庫区画とした。また、煙突付近の上部構造物を撤去し、煙突後部にあった平陰川屋は、環境構造物の後部延長部分に設置した。ボートダビットをラッフィング型からラジアル型へ変更し、搭載艇を甲板に置いたのも、重心効果対策と思われる。それでも、経過状態では、海水16トンの補填が必要とされた。 また、第3号では巡航後に後部艦班の補強が必要になったため、本型ではその部分の強度を十分考慮して設計された。船体は両波成功上のために、艦首還元を約 100mm 高め、重量軽減のために、艦尾は逆に低めた。上艦班の幅も水線幅より小さくし、上部の重量軽減に努めた。その他艦内配置は、 第3号とほぼ同様になった。船体外反には極力薄いものを使用して、股間の性能向上を狙ったが、船体構造、機関ともに複雑整地で、量産性は低くなった。本型の反省から次の第13号型苦戦艇では全く逆になったと思われる。手機は第3号と同じ22号6型内科機械を2機、装備した。本型の手機は、 溶接加工となった。舵取り機械は、電動3馬機を1機、溶氷機械は、電動10馬力機を1機装備した。主怒りは、普通型0.3トンを2丁、副怒りは海軍型0.1トンを1丁、秒差は1 8ック x 7節を2連装備した。砲酸類としての工作は、衛戦用に 24FIX175 メートルを1巻。 完備軽流用に 22FIX75 メートルを2巻、軽流作業用に 20FIX100 メートルを1巻、横付け用に2 0 f ク x 5 0メートルを2巻装備、下。天然繊維ロープは、軽流作業用に 32FIX175 メートルのマニラ柵を1巻、福井狩り用に 26FIX175 メートルの浅柵を1巻、 戦作及び雑用に2 2イエッ1 0 0メートルの浅作を一貫装備した。方向兵装は第3号と同じ4 0ト、mm、ル連装機11機2丁。水雷兵装も同じく94式投射機2機、装填台2機を装備、爆雷36個を搭載した。竣工時から苦戦艇で水中超音機を装備するのは第4号型からとなる。無線兵装は 特5号送信機1機、特受信機3機、中波無線電話装置1機、超短波無線電話装置1機装備を計画した。第4号の現状として、97式特5号送信機1機、92式特受信機改め34機、TM 無線電話装置改め31機、2号無線電話装置改め31機、90式無線電話装置改め41機を装備した。 電気兵装として4 0ット1 0 5ボルト直流ディーゼル発電機2機、1区は50ボルト交流発電機2機を装備、種式6 0トル単小灯1機装備した。光学兵装等は14式1 5メートル即距離1機、1 2トル、双眼鏡2機の装備を計画。対戦中は97式1型山川灯1機を装備した。第8号では、 原外電路を装備しているのが確認できる。また、環境上の単小灯台前方に構造物が追加されている。第4号を例とすると1944年11月の時点で 25mm 単装機13丁が装備、またマスト23号電炭1機を装備、対戦兵装として94式爆雷ら投射機2機の装備とされている。 爆雷投下軌道は1条のままと推定されるが2条に増やされたとする文献もある。一般計画要領書ピアニッシモも2から3基本計画番号による順番。第51号が K5A、第53号が K5 バイト、第4号型は K7 で番号が1つ飛んでいる。一般計画要領書 P3 基本計画番号による順番。 第4号型は、K7、第13号型は、K8。写真2本の軍艦第13艦、P164 では、終戦時までに6隻が、戦没、3隻のみが残存したとしている。戦士総始31海軍軍戦備1、ピアニッシュも、500から501、備考1、監守別内訳による。監守ごとの成立予算に追加予算を加え、 単純に積数で割った金額で、股間ごとの金額の違いは考慮していない。ありがとうございます。